やってまいりました。1秒だけプロ、キヨキヨです。よろしくお願いします。ということで、どうも皆さんこんにちは。キヨキヨです。今日は、1秒だけプロシリーズ、やっていきたいと思います。この1秒だけプロシリーズ何かと言いますと、でもね、プロ選手、まあ、クロラリーグも始まってね、まあ、プロ、いや、かっこいいじゃないですか。たまに読み決めたりだ、なんかさ、みかん坊やさんがさ、前ね、前0点、0から点が僕、なんか、風で出れなかったんだけど、その、雪玉をなんか、ノックバックさせて逆サイに向かってなんかこっち防衛できなくするとかいろいろあったんですよ。その中でかっこいい、上手い人ってかっこいいということで、この企画が始まりました。1秒だけプロシリーズ、今日の1秒だけプロシリーズは、うん、こちら、うん、プルーシコー2連ファイボー。はい、ということで、僕自作自演スーパープレイ集の方で2連ファイボー、相手が何か、例えばミニペカこう走っててさ、相手ギャングとか出すじゃん、それをファイボ読みの相手がギャングずらしてそこもファイボで潰すっていう、読みの読みを決めていく、このキヨキヨ2連ファイボでいきます。で、使うデッキに悩んだんですけど、もうこれ僕が使い慣れてるデッキにもうファイボとミラーをもうぶち込んでやった方が勝てるんじゃないかということで、はい、こちらグランドチャレンジやっていきたいと思います。みんな大好きグランドチャレンジ、ポン、よっしゃ、2連ファイボ決めていくぜ。マジで2連ファイボってどれぐらい、9コスト使うからね。9コスト。お、待って、マッチングしないぞ。おい、どうした？どうした？もうみんな、おい、グランチャレやめたのか？え？ほんとに？ボン！え？おー、来ました、来ました。さあ、行きます。よろしく！はぁ、長くなるぞ、撮影が。撮影が長くなるぞ、俺は知ってる。来た、来た、来た。まずは、何に対して2連ファイブをできるかっていうのをちゃんと考えなくちゃダメなんですよ。つまり、これだったら、ゴブジャイ出した時の小屋とかは2連ファイブの対象になるかなとは思います。ああ、なるほどね。さあ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 、まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、いいでしょう。ああ、これマスケないと突破できないやつですね。ああ、きつい。いやー、でもまあまあ、スパキー、これもうザップこっちにふんだんに使うっていうね。オッケーオッケーオッケー、タワー1本普通に2連ファイブ関係ない、2連ファイブ関係ねえぞ、記憶大丈夫かおい。1本ワンチャンオール戦法、そうすると若干企画倒れ説あんだけど、あれ、オッケー。おい、でも普通に勝っちゃうやないかい。ちょっとね、いや、喜ばしいんだけど、おお、普通に勝っちゃったわ。ちょっとこれよくないね、なんか読みをできない。残り1分からじゃないとそもそも読みできないかもしれないんで、残り1分までは耐えたいと思います。ボン、あ、来た、来ます、よろしく。いや、2連ファイブ決めたいよ。ま、だからこういうことだね、ミニペも端前なんか、もはやなんかもうあえてその読みするだけため、するがしたいがためだけにミニペ端前で出すとかはありな気がする。オッケー、ここで出しすぎない。いや、でもなんか普通にまたなんかいい感じに勝てそうなオーラ出ちゃってるけど大丈夫かな。うわ、すげえ出してくるじゃん。まあこれで言うと何で来るかな、防衛、防衛何で来るかな。まあ、スケルトン読み2連ファイボは可能性あるかなとは思いました今。スケルトン読み2連ファイボか、そうね、だミニプレ走らせて真ん中にスケルトン出して釣るところをもう2連5で潰すがいいかなと思いましたね。それか、でも相手一つ怖いのがコウモリ持ってるんですよ。ちょっとごめんなさい、ちょっとザップ使っちゃいます。もう本当はスパキ出した方がいいんですけど、ちょっと2連読みしたいんで。ああ、違うな、まだまだだな、まだだな。ちょ、読みを決めることがこの試合の目的なんで。何言ってんだろうね、俺ね。何言ってるんだろうね。試合で勝つことが、おー、敗北してきたね。おー、なるほど。OK、ここはもう試合で勝つとかどうでもいい。いきますよ。いきますよ、決めます、決めます、決めます、いきます。まずミニペ出します。OK、いきます、決めます。で、相手スケルトンで守りたいはずなんで、ここ2連5いきます。え、まだです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 。マジか、いや、待って、いや、これ勝ちて、
よし、残り50秒集中します。ガチで勝ちに行きます。勝ちに行きます。うわ、うわ、ダメだ。ジジ、いやー、あのね、ちょっと待って、もう一回やっていいっすか？なんか勝つまでやりたいっていうよりは、なんかもうちょっと綺麗に決められるんじゃないかなって俺欲望が出てる今。欲望が出てます。いきます。ポンピン。グラチャレじゃなくてよくね？グラチャレの方が絶対コスパいいやん。おお、もったいない。10回分。これあるぞ、ワンチャン。その、え、何がワンチャンかっていうと、2連ファイボでババ小屋を潰す。うん、それワンチャンあるくらい、あるくらい。エリゴレ、これどうですか？普通に負けそうなんだけど。え、まず普通に負けるくね？いや、これマジでやばいと思う、マジで。グッドゲーム。わー、くさーくさー。ちょ、もう一回いきます。いやー、なんか俺いける気すんだよな、デッキによっては。マジでいきます。ポン。よし、ホグとかの方が、26ホグとかでやった方がいいのかな。いきます、よろしく。よし、テスラか。テスラ行くわ。ちょっとテスラ狙いましょうか。なら温度感としてはこことここだよね。で、真ん中ここが合うようにしよう。これ、これいきます、これ。あ、あ、意味ね。いや、待って、俺のファイブお姉ちゃんって。2人、どうして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 。あはは、くそ。いや、俺アイゴレワンチャンいけると思った。いや、くそ。いや、無理だね。いや、グッドゲーム。よしよし、まあ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 、いいでしょ、いいでしょ、いいでしょ。ダン、お願いします。よろしく。交流戦正代さん、いきます。いやー、しんどいね。しんどみですね。しんどい。ちょっともう一回行きましょう、もう一回行きましょう。いやー、ちょっと行きますよ。ポン、ポチン。こんなことある？マジで。よし、行きます、よろしく。よし、相手のデッキを見ます。マジは、これじゃね？ゴレだな。ゴレじゃん。俺昨日さ、100分間ゴレで、違う、エリゴレか、エリゴレライドか。うわ、おおおお、マジ、こんなことある？え、マジじゃん。やばくね？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 撃つ、こいつ撃つ。やば。このミニペイいける？なんか来る？ベビドラ、いや、俺なんか来ないと思うな。え、相手落ちた。落ち取れ？落ち取れないかい。あらす。あらす。ふっ。さあ、休業選手の体力が減っていく一方です。よろしく。何で、何がいけそうかだけ見ます。まずは見合う、まずは見合う。エリゴレじゃないですか、これ。これエリゴレ感すごいよ、マジで。エリゴレ感すごい。ん？ミニペイ無視？トルネあんのか。いや、もうこれはちょっとね、ジジっすね。俺思いました。26ホグでいきましょう。26ホグワンチャンやりやすい説。その、26ホグ出すとミニペイとかに守ってくるでしょ。これいけんじゃねえかなと思ってきたね。じゃあ26ホグ作ります。あれ、これ26ってこれだっけ？まあまあまあ、こんな感じでいいか。これでいきたいと思います。いきます。あ、念のため、念のため、あいつ用意しとく。アイスゴレム、あ、ローリングとか、ここ。いや、ただ俺2連5するからローリングといらねえわ。いきます、へい。いやー、決まってほしい。これ俺、ここ勝機感じてるからね。いきます、よろしく。逆にこれが、あの、勝ち筋なんじゃないかっていう、あるよね。元からこれやっとけよっていう話だよね。アイゴレ出す。アイゴレじゃねえわ。アイゴレだ、アイゴレ、ごめんなさい。ファイボ、ファイボ、一回ファイボここは打っておきますね。様子見で残り2倍からいきたい。よし、うおお。ファイボの、ファイボの打ち替えがありますね。うわ、マジか、まさかのホグ対決。うわ、マジか。
いいよ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 いい対決いいよってこれ決めよう。これマジで決めます。マジで決めます。ガチで決めます。ホグにボンバー、ボムタワー読み。ただエリクサーが若干足りない気がする。これやっちゃうとね。ちょ、残り1分か仕掛けていきましょう。よし、ちょっと緊張してきた。キョスカー、キョスカープロモーションっすか。キョスカー来る、嫌だな。なんかすげえ嫌な予感するな。なんかちょっとこれキョスケに、キョスケじゃない、大砲2連大砲2連すごいし、これ入んないよね、入んないよね、さすがに。これは入んないの、オッケーオッケー。いや、これワンチャンあるぞ。まだ、まだ回ってないんで。ローリングウッド出してきた。やべ、緊張してきた。緊張、やべ、こんな緊張する、なんか。なんかちょっと緊張するね。いきます。ボムタワー読み、ボムタワー読みいきます。この辺から出して、ちゃんと、やった。待って、これ勝ちだよ、これ勝ちだよ。決まったけど、これも勝ちだよ。勝たないと意味ないからね、マジで。いや、俺個人として勝ちたい。よし、もう一回決めるぞ、もう一回決めるぞ、もう一回決めるぞ。待って、行くよ。はいはいはい、オッケーオッケー、全然オッケー、全然オッケー。甘んじて受けれる、甘んじて受けれる。うわ、そこの、いやー、マジで嫌だな。よし。よし、ここで守っていく。いい守り、いい守り、待って。もうギョギョなんか上手くなってる。上手くなってる感出てきたよ。で、あえて後ろで出して。ああ、2個当たる、2個当たる、2個、いけ、わあ、なんで完封されんねん、なんで完封されんねん、なんでか、おい、いいよ、なんで完封してくんの、この人。よし、さあ、来た。俺、何してんだ、俺、何やってんすかって感じだね、俺ね。よし、ちょっと、ファイバー、今、惜しみなくこれ使います。オッケー、オッケー、もう一回こう、もう一回来てえけど、いけ待って、1連です。オッケーオッケーオッケー、守ってる守ってる守ってる、なぜだかなぜだか守ってる。ここ出したいな。オッケー、よし、今のは見てからっすね。オッケー、いい防衛してる、いい防衛をしていく、いい防衛をしていく。まず、せん。よし。よし。いやー、待って、これは謎、これは謎だぞ。なんだよこれマジでこの図。ということで、1秒だけ、いや、今回はね 0.5 秒だけプロでしたね。あ、マジで、あ、今日申し上げました。これ 0.5 秒だけプロ、もう相手からしたらなんだよみたいな感じになってると思いますけどね。この1秒だけプロシリーズ、ぜひともね、たくさんお待ちしてます。はい、アンをお待ちしてます。今日もご視聴ありがとうございました。キヨキヨチャンネル登録、こちらもし、そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない動画ある方、ぜひともチェックしてみてください。ということで、ご視聴、あ、ちょ